パリゴリン、スケートボード女子ストリート決勝、28日、コンコルド広場。初出場の14歳の吉沢恋アクト SB ストア、が272、75点で金メダルを獲得した。ベストトリック4本目まで4位だったが、4本目に最高得点となる96、49点をマークし、逆転した。 21年東京五輪を13歳で制した西矢もみじに続いて同種目日本勢連覇を飾った。初出場の赤マリオン、15、が合計265、95点で銀メダル。日本勢がワンツーフィニッシュとなった。東京五輪同メダルの中山風な紫スポーツ、は7位で2大会連続のメダルはならなかった。14歳で頂点になった吉沢は、 予選から1位通過できて調子が良かったメダルを手にこの10感、間ここまで頑張ってきて良かったと笑顔を浮かべた初めての五輪の舞台はいろんな人たちが一つになってスポーツに向き合っていけると振り返り楽しいなと感じたしこれからもいろんな人たちと滑っていきたいここからは追いかけられる存在抜かされないようにレベルアップして頑張っていきたい スケートボードは選手生命が短くて、平均年齢が低い。覆して大人になっても五輪の舞台に立てることを証明したいと、うなずいた。自身へのご褒美について問われると、ラーメン食べたいです。ディズニーも行きたいと、はにかんだ。吉沢恋、吉沢ここ。2009年9月22日、相模原市出身。兄の影響で7歳から競技を始め、 21年の日本選手権で5位22年の日本オープンと国内で実績を残して世界の舞台へ23年12月のストリート世界選手権で5位に入ると24年に入り五輪予選シリーズで好成績を連発してパリ五輪出場を決めた身長160センチ